お疲れ様です。全国2億6000万人の競馬ファンの皆様、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。2024年ももうすぐ10月でございます。今回はですね、私に全く関係がない、そして興味もないことなんですけども、競馬というねテーマで少しお話していこうと思います。でズバリタイトルはね、競馬の始まりとその社会的意義ですね。競馬って単なるギャンブルでしょ、上流階級のお遊びでしょ、そんなところに社会的意義、そんなものがあるんですかね。まあ、これをねうまくこじつけるのが私の和法でございます。しかも何の興味もないところから、もしかしたら全く興味がない人もね、この話を聞き終わる頃にはむちゃくちゃ興味を持つようになるかもしれません。はい、じゃあ始めていきましょうか。まあ実はね、競馬の歴史からちょっと紐解いていきたいんですけども、かなり古くから人々に親しまれてきたというね、まあそういったスポーツであることが分かっています。その起源とか、そもそもの目的ですね、そして現代社会における競馬の役割について真面目に見ていきましょう。まずは競馬の始まりと目的です。競馬の起源は明確な記録が残ってるわけではないんですけども、馬の能力を競い合うという行為は、人類が馬を家畜にして以来世界各地で行われたというふうに考えられております。日本にも馬ってのがありましたんでね、やっぱり馬を見せびらかして競争するみたいな侍さんはいたんじゃないかなと思います。はい、で馬の能力評価なんですけども、古代においてわずかな記録を紐解いていくと、戦争や狩りなど馬の能力は生活に直結していたといえます。より早く、そして強く、さらには持久力のある馬を育てるために、馬同士を競わせてその能力を評価する必要があったのは疑いないと思います。あと娯楽ですよね。競馬っていうのは単なる能力評価だけではなくて、人々の娯楽としても発展したと思います。王侯貴族ですとか有力者が自分自身の所有する馬の競争を楽しんで、さらにそこに賭けを行ったっていう記録は2000年ぐらい前からね残されているっていうことになっております。でその競馬が社会に与えた影響なんですけども、競馬は人類の長い歴史の中で社会に様々な影響を与えてきました。様々なっていうとね、まるで岸田総理の言い分みたいに聞こえますけども、本当に様々な影響を与えてきました。まずは経済効果です。競馬は一大産業として経済に貢献しています。馬の育成、競走馬、こういったね馬の運営、競馬場の運営、関連産業、このようにね多くの雇用を生み出して地域経済を活性化させています。また馬券の売り上げなんですけども、国の財政になったり地方の財源となってその地区を潤しています。まさに馬に関係のない人にも貢献しているわけなんですよ。2つ目、文化の発展です。競馬は多くの文化を生み出してきました。競馬場での観戦っていうのは人々の社交の場となり、競馬を題材にした小説や映画、音楽なども多く制作されています。昔ね、少年マガジンにシルフィードとかね、ジルフィードっていうなんか競馬の漫画が連載されてかなり人気でしたね。まあ少年マガジンですから、競馬なんて興味がない小学生中学生がそういった漫画を見ることによって、将来のジョッキーやそういった競走馬を育てる、そんなマーケットに興味を持ったのかもしれません。3つ目、品種改良です。競馬を通じてより早く強靭な馬を育成するための品種改良が進められました。つまり科学の発展ですね。で現代のサラブレッドは長年の品種改良の結果生まれたものですから、言ってみれば遺伝子改良の生物と言えますね。ちょっと怖いですね。そして4つ目、これを最後にしましょうか。国際交流です。競馬は国境を越えて人々をつなぐ国際的なスポーツになりました。世界各地で行われる国際競争は各国間の交流を深める役割を果たしています、ね、それっぽく聞こえるでしょ。私はね、そこまでね深い役割があるなんて思ってないんですけども、現実こういったムーブメントを起こしている人たちがいる、団体がある、そこに国の資金が流れているという、そんなことはありますね。そして現代における競馬の社会的意義なんですよ。競馬ってギャンブルでしょ、
社会的意義ってあるの？ってことなんですけども、実は依然として重要な役割を担ってるんですね。3つにまとめてお話しします。1つ目、伝統文化の継承です。競馬は長い歴史と伝統を持つ文化遺産なんですよね。競馬を通じて人々は歴史や文化に触れることができます。細かくはまた別の機会にお話ししますね。2つ目、動物愛護への意識向上です。まあ近年ではね、動物愛護の観点から競馬に対する批判も存在します。まあ、しかし一方で競馬を通じて馬の飼育管理のレベルが向上して動物愛護への意識が高まったという側面もあるんですよ。3つ目が地域振興です。地方競馬は地方経済の活性化に貢献しています。競馬場周辺の飲食店、宿泊、活性化や関連産業の振興など地域全体の活性化につながっているんですね。はい、じゃあちょっと一旦まとめてみますよ。競馬は単なる娯楽にとどまらずに社会、経済、文化に多大な影響を与えてきた歴史あるスポーツだと言えます。馬の共存、伝統文化の継承、地域振興など競馬が果たす役割は多岐にわたると言えるんじゃないでしょうか。競馬は今後も人々に感動と興奮を与え続け、社会の一員として重要な役割を果たしていくでしょう。はい、なんとなく競馬のことを見直したでしょう。いや、そうでもない方ね、競馬は人生に役立つということをね、さらに説得力を持った論拠とともにお話していこうと思います。実は競馬を研究することが一見するとギャンブルに特化した行為のように思われる方もいると思いますけども、実は様々な分野で活かせるスキルや知識を養うことにつながっているんですよ。競馬研究を通じて得られるメリットを紹介します。まず1つ目、データ分析能力の向上です。競馬っていうのは膨大な量のデータが日々作成される競技です。過去のレース結果、馬の血統、騎手の成績など様々なデータを分析して次のレースを予測するためには統計学やデータ分析の基礎的な知識が不可欠なんですよ。この能力はビジネスや研究などあらゆる分野で実は活かすことができるんですよね。例えばデータ収集です。競馬のデータ収集は他の分野のデータ収集と共通点が多く、効率的なデータ収集方法を学ぶことができます。確率と統計ってやつです。2つ目はデータ整理ですね。収集したデータを整理して分析しやすい形に変更する、変換する能力はどんな仕事にも応用が効くスキルなんですよ。だから競馬の研究が卓越していくと会社の成績も上がるはずです。はい、3つ目、統計学の知識、これが一気に向上します。競馬の予想、特に馬券を当てるためには統計学の知識が不可欠です。回帰分析っていうね、大学で学んだあの理論、それから確率論など統計学の基礎的な知識を身につけることによって勝率はぐんぐん上がります。でも熱心じゃない方は相変わらずギャンブルをするんですよ。過去のデータをきちんと組み上げて一つのストーリーを作っていくこと、そしてそのストーリーがもし外れた場合の2ストーリー目、3ストーリー目、だいたいね3つのシナリオを書くことによって的中率は格段に、上がっていくと思います。2つ目、論理的思考力の向上が見込めます。競馬の予想ってのは単なる運任せじゃないです。さまざまな要素を考慮した上に論理的に判断することが求められるんですね。当然勇気も必要です。過去のデータに基づいて未来を予測して仮説を立てて検証していくっていうプロセスを繰り返すこと、まさにプランドゥーシーチェックの繰り返しです。これが論理的思考を養う上で非常に有効なんですよね。はい、そして2つ目なんですけども、仮説の検証です。これはFX でも同じようなことが言えるんですけども、競馬の予想っていうのは仮説を立ててそれを検証するプロセスを繰り返す作業なんですよ。このプロセスは科学的な研究方法と共通点があるんですね。はい、じゃあ3つ目、問題解決能力がつきます。予想が外れた場合です。なぜ外れたのかを分析して改善策を考えることで問題解決能力が向上します。だから外れた時がチャンスです。どこに外れた原因があったのか、自分が立てた予想やストーリーはどんな材料によって組み立てられたものなのか、そういったものと結果を照合することによって
欠けていたところと考えすぎていたところのバランスが見えてくるんですね。次、リスク管理能力の向上です。競馬はギャンブルという側面もあります。つまり必ず勝つとは限らないんですよ。そのためにリスク管理の重要性を身をもって学ぶことができるでしょう。例えば資金管理です。競馬では資金管理、これが非常に重要です。全財産をかけてしまうのではなくて、損失を最小限に抑えるための資金管理方法を学ぶことができます。資金管理方法についてはすでに完成された理屈がありますので、そちらを学んでから競馬をするといいと思います。はい、そして損益計算です。別に損益計算書をかけとまで言いませんけども、競馬の収支を計算することで損益計算の基礎を学ぶことができますので、簿記や会計にも強くなるということは受け合いですね。はい、次は情報収集能力の向上、これもありますね。競馬の情報っていうのは新聞、雑誌、インターネット、さまざまな媒体から得られます。これらの情報の中から本当に重要な情報は何かを選び、選択し、抽出して、それを組み上げて判断する能力は他の分野でも当然役立ちます。世の中は情報過多って言われてますけども、それはフェイクな情報ばかりに目を向けてるわけであって、真実の情報ってのはそんなにたくさんないんですよ。つまり最短距離で本当の情報にたどり着く、それを競馬で養えるってことですね。はい、さらに情報源の評価、この能力も上がるでしょう。情報の信憑性を判断して信頼できる情報源を見つける能力は情報過多の現代社会で不可欠です、ね、で情報整理の能力ですね。収集した情報を整理して必要な情報だけを抽出する能力は仕事や学習の効率化につながると思いますね。競馬好きな方、こういうことってやってますか？はい、さらにね、プレゼン能力の向上もあります。例えば競馬の予想を誰かに説明したり、競馬に関する議論に参加したりする中で、自分の考えを相手に伝える能力が養われていくわけなんですよ。自分の気持ちは言葉にしなければ伝わりません。しかし、選ぶ言葉を間違うと、全く人が聞いてくれない、もしくは誤解して受け止められちゃったりするんですよ。ですんで、最小限の言葉で最大限の伝える作業をするために、このプレゼン能力っていうのは必要なんですよね。まあ、ですので2つの点に留意する必要があります。1つ目、分かりやすい説明です。複雑なデータを分かりやすく説明する能力はビジネスのプレゼンテーションとか、あと恋愛のね、駆け引きなどに役立つんですよ。だからね、コミュニケーション能力がない人って常に人と揉めますし、自分の伝えたいことがなかなか分かってもらえないっていうジレンマに陥るんですよね。2つ目、説得力のある主張です。自分の意見を論理的に説明して相手に納得してもらう能力は交渉や議論の場で生かされます。つまり競馬の予想や何で外れたかの結果、こういったものを人に伝えて説得力を増していく、そんな体験ができるのが競馬の面白さじゃないかなと思います。はい、さらに今回の動画まとめさせてもらいます。はい、競馬を研究することは単に競馬を楽しむだけではなくて、さまざまな分野で活かせるスキルを身につけるための素晴らしい機会になるわけですよ。競馬研究を通じて得られた知識や経験はあなたの人生を豊かにする、ひいてはあなたの周りの人の人生を豊かにすると思います。ただ競馬はギャンブルという側面もあります。依存症になるリスクも存在します。楽しみながら健全な範囲で研究することを心がけてください。今回は以上です。